う一つの特徴はですね、動画向きのレンズとして設計されていることです。アイリスリングというふうに動画向きの呼び方をされています。こちらの補正機能に対応したレンズになります。スペック的にはですね、写真にもぜひ使ってほしいレンズだと思います。こんにちは、藤谷カメラ店です。今回の藤谷カメラ YouTube チャンネルでは、キャノンの RF24-105mmF2.8L ISUSM-Z、 こちらの紹介をしたいと思います。製品の紹介に入る前にですね、まずこの商品の名称の中に含まれる L ですね、 L レンズについて簡単に解説したいと思います。L レンズはですね、ラグジュアリーの略で L です。高級なとか贅沢なとかいう意味になるんですけれども、ちょっとこう下品な言い方かもしれませんが、品質の良さ、性能の良さのためにはコストを度外視した設計をしたですね、キヤノンの高級タイプのレンズシリーズが L レンズになります。写真なんか詳しい方はですね、もちろん L レンズのことをよくご存知だと思いますし、 L レンズという名前がついているだけでですね、品質であるとか性能が担保されると言ってもいいぐらいですね、写真業界、カメラ業界では有名なレンズということになります。品質はですね、実はですね、描写性能だけではなくてですね、例えば堅牢性であるとかですね、精密さであるとか、あとは操作のスムーズさであるとか、総合的に高性能のレンズに関される名称になります。現時点でもですね、多くのプロカメラマンから支持される L レンズはですね、当然ながらかなり過酷な環境であるとか、一瞬のシャッターチャンスであるとか、そういったものに対応できるレンズになっています。それでは RF2405F2.8L ISUSM-Z の解説に移りたいと思います。 RF2405F2.8L ISUSM-Z はですね、特徴は大きく2つですね。1つはですね、24から105ミリという4倍の標準ズームレンズの中にあってですね、開放が F2.8 になっている点です。今までだとですね、同じ焦点距離のレンズですと、F 値は4で設計されるケースが多かったと思うんですが、こちらのレンズは F2.8 とさらに1段階明るい絞り値を採用しています。おかげでというわけなんですけれども、見ての通り非常にこう大柄なレンズになっておりまして、パッと見はですね、70-200の F2.8、 そういったレンズと同じぐらいの大きさのレンズになっています。でもう一つの特徴はですね、動画向きのレンズとして設計されていることです。メーカーのホームページなんかご覧になった方はご存知かと思うんですけれども、例えばですね、写真用のレンズであれば絞りリングというふうに言うんですけれども、これもメーカーのサイトではアイリスリングというふうに動画向きの呼び方をされています。動画向きのレンズだなっていうのをすごく感じる点を3つほど解説したいと思います。一つはですね、フォーカスをした際にですね、近接と無限遠でですね、写真用のレンズは通常少しなんですけれども画角が変わってしまうのが普通なんですね。動画の世界ではフォーカスブリージングなんて言いますけれども、こちらの補正機能に対応したレンズになります。ですので近接から奥、無限遠側にフォーカスを送ったりですね、ないしは逆に無限遠から近接へフォーカスを近づけたりする場合もですね、画角が変わることなく撮影することができて、自然でスムーズな動画を撮影することが可能になります。あとはですね、アイリスリングにはクリックがありません。写真だけ撮る方ですね、なんでこう絞りリングにクリックがないと動画用なのかっていうことがなかなか理解されないケースが多いんですけれども、動画の場合はですね、絞りが瞬間的に動いてしまうと露出の制御が追いつかなくてですね、一瞬画像がこう暗くなってしまうんですね。動画でも撮影中に絞りを変えるケースはあると思うんですけれども、ゆっくりと絞りを変えてあげることでですね、そういった瞬間的な明るさの変化ですね、こういったことが起きずにですね、自然の動画を撮ることが可能になります。もう一つはですね、ズームをするのにですね、電動のパワーズームアダプターが用意されていることです。動画ですとですね、ズームで寄っていったりとか、逆にズームで引いていったりっていうのが一般的な表現になるんですけれども、これがですね、滑らかに行えるように電動のパワーズームアダプターが用意されていることになりますね。
でちょっとだけ残念なのはですね、フォーカスリングが非常に滑らかであるのに対してですね、若干ですね、まあくまで若干ですけれども、ズームリングは少しザラザラした感触になってしまってます。でこれはですね、当然ながら電動のズームアダプターは電動でこう力を加えるので、まあ、ある程度制約がありますから、あまり重くしてしまうとですね、うまく動作しないということで、こういったこう少しスカスカしたというかザラザラした感じの感触になっています。なので手動でこう綺麗なズームをしようと思うと、まあ、少しちょっともしかしたらやりづらい方もいると思うので、できれば電動のパワーズームアダプターを使ってですね、まあ、滑らかなズーム操作をする方がいいんじゃないかなというふうに思います。であとですね、ちょっと別なことというかあまり関係ないことというかもしれませんが、 RF マウントであるということも、まあ、ちょっと動画用のレンズとしては使いやすい部分かなと思います。でもちろんですね、キヤノンにはまあ優秀なシネマカメラいくつか用意されているんですが、やはりですねシネマカメラの最高峰といえば、まあ、レッドになるかと思います。でレッドの例えばコモードであるとかは RF マウントを採用していますし、まあ、最近ではオートフォーカスの動作にも直接対応したようなので、 RF マウントのこういった高性能な動画向きのレンズが発売されたことは、まあ、レッドのユーザーにもかなり嬉しいことなんじゃないかなというふうに思います。このですね24から105ミリというズーム比、だいたい4倍のズーム比になりますけれども、これもですね動画で使うのにとても向いているなというふうに思います。というのはですね、こう編集を前提にした動画の撮影ですと、まあ引きですね、少しこうワイドな絵でですね、その場の状況を説明して、よりで、例えばこう解説をしている人のアップを撮ったりして、まあディテールを見せるケースが多いと思うんですけれども、その時に例えば2470ぐらいの、まあ3倍ぐらいのズームレンズだと、引きと寄りのメリハリがもう一つ足りないって思う方が多いんじゃないかと思うんですね。そういった時、まあ24から105ミリ、まあ4倍ズームがあるとですね、引きと寄りのメリハリもすごくついてですね、撮りやすいんじゃないかなというふうに思います。最後にですね、こちらのレンズですね、写真用のレンズとしても使えるんではないかっていう意見もすごく多いと思いますし、個人的にもですね、やはり24から105ミリというスペックは写真用としてもすごく魅力的だなっていうふうに思います。で最初に説明した通りですね、 L レンズになりますので、描写性能については、まあ、全くもちろん問題がありませんし、しかもですね最近の動画はボケ味なんかにも結構こだわるケースが多いので、このレンズに関してもですね、特に 105mm 望遠端の F2.8 のボケ味はすごく大きくて美しいものになります。こういった点からですね、スペック的にはですね写真にもぜひ使ってほしいレンズだと思います。ただですね、いくつか注意点とですね、あえてちょっとネガティブなこともここの場で解説したいと思います。まず一つはですね、絞りリング、アイリスリングにですねクリックがないということは、ちょっと写真用としては使いにくいケースが多いんじゃないかなというふうに思います。ただですね、こちらのアイリスリングにはですね、オートポジションですね、がありますので、まあ、写真用で使う際にはですね、この A のポジションにアイリスリングを入れていただいて、カメラ側のコマンドダイヤルで絞りを変えるのが使いやすいんじゃないかなというふうに思います。次にですね、少しこのレンズを写真用のレンズとして使う際のネガティブな要素を解説したいと思います。一つはですね、まず重さですね。約ですね 1.3 キロちょいぐらい重さがあるレンズになりますので、かなり重いです。でちょっと他のレンズと比べてみたんですけれども、例えば写真用の RF の24105の F4 ですね、まあ、こちらの重さがだいたい 700g ぐらいですね。でちなみに同じく RF 7200の F4 ですね、こちらのレンズもやっぱり約 700g ぐらいのレンズになります。なので、まあ、写真用のレンズだったら24105の F4 と7200の F4 2本持って約 1.4 キロということになるんですが、こちら1本で 1.3 キロあるということになりますので、まあ、重さの不運ではですねちょっと不利になるというか、持って歩くのは大変なレンズになります。もう一つはですね、価格の面ですね。結構高額なレンズになります。現時点でですね、私どもの販売価格が45万円を少し切るぐらいのレンズになります。でこれまた先ほどのですね、スチール写真用の RF 24105の F4 および7200の F4 と比べるとですね、 RF 24105の F4 がだいたい17万円弱ぐらい、RF 7200の F4 が21万円ちょっとぐらいなので、このレンズ1本の価格よりもですね、スチール写真用の F4 の標準と望遠を買った方が値段も少し安くなるんですね。
で、まあ、ちょっとレンズを交換しなくてもいいとかっていうメリットはあると思いますし、まあ、当然 F2.8 であるってメリット非常に大きいとは思うんですけれども、まあ、価格とですね重量の面で、まあ、やっぱりこうハイレベルというかですね、ちょっとプロ向きのレンズなのかなっていう印象を受けます。いかがだったでしょうか。今回は RF24-105mmF2.8L ISUSM-Z について解説しました。なかなかすごいレンズなんですけれども、まあ、重量的にも価格的にもすごいレンズになりますので、まあ、ある程度ユーザーを選ぶレンズかなというふうには思うんですが、こういったスペックであるとか、あとは非常に高い性能を持っている点であるとかっていうのはやはり大きな魅力なんじゃないかと思います。それでは今回もご視聴ありがとうございました。